いやあ、施設のケースくでよ。ちょっと待って。2パート連続でさ、衝撃的な終わり方させられて、俺の心はさ、動揺しております。続き。っていうか、今回から第5章。どうするんだろうな。3人ももう仲間失って、もう、ここがここじゃないような状態になって、こっからどうやって動き出す？何を起点に動き出す？これ。優がビルの屋上から落ちた。しかし、その後、二階堂と共に、どれだけ探しても、彼女の姿は見つからなかった。もうこうなってきたら、アリバイ云々の話じゃなくなってきとるもんな。あれだけの高さから落ちたんだ。致命傷を受けていない方がおかしい。優が消えた？合流。人数もこんな感じで少なくなってきたな。クランブル交差点に戻ると、神谷、諸角、町工事、ローと全員が揃っていた。神谷が二階堂の隣に立つ僕を見て、小さく口を開いた。桜井。お前、桜井、無事だったのか。わあ。お前、いちいちスキンシップが強すぎるんじゃ、お前は。町工事が大声を上げて抱きつこうとする。やめてくれ。そうなるわな。戻ってこなくてずっと心配だったんだぞ。他の連中みたいにどこかに消えちゃったのかなって。そっか、こっちのルートだったら、だいぶ、この、1週間ぐらい会ってないことになるんか。あの時、優と逃げる以外の選択肢がなかったのか。ずっと考えていた。しかし、みんなの疑いが僕に向いたままでは、どうすることもできなかった。そうやな。あの場でゆうちゃんが出てこんかったってことになると、捕まってから後から出てくるってこともなさそうだったもんな。そんな中、町工事は僕を信じてくれていた。町工事、心配かけたな。そうやな。町工事は誰かを疑うとかそういうんとは無縁そうな感じやもん。いいんだ、無事でいてくれれば。こいついつも能天気やけどさ、こう友達に危機があった時はすごい敏感に悲しんでくれるよな。で、捕まりに戻ってきたのか。違う。結局お前のアリバイなんてないんだよ。お前が東国と影山を消した犯人なんだから。そこなんよ。それはアリバイでどうにかできるようになったけどさ、この時点でアリバイ出して無実証明したけど、その次にどう行動すればいい？このメンバーでどう行動していくんだろう。これは桃の姿が、まさか桃のまで消しまったのか。違う。それだけは断言する。じゃあ説明してみろよ。モモノはどこ行った。僕は答えに急すると、みんなの表情が強まっ、こわばった。おい桜井、どうしたんだ、答えてくれよ。いや、これは衝撃的なことがあったんよな。言うフラッシュバックするように彼女が落下する様子が頭の中に散った。神谷君の質問に答えてください。あれ、お言葉にするもきついぞ。相手がゆうちゃんなだけに、一番の幼馴染だっただけに。ビューの屋上から落下したが、死体すら見つからない。口頭無形かなで到底信じられないだろう。どういう意味なんだこの四文字熟語は。神谷の鋭い視線が、ローのにやついた表情が僕の口を重くした。僕に疑いが向けられた瞬間を思い出す。あの瞬間、8人に描いていた理想が砕けた気がした。僕は疑われている。
僕が何を言おうが信じてもらえる自信はなかった。まあ疲れてるだろうし、まずは休ませてやろうよ。そうやな、ショッキングな出来事が目の前に起こったもんな。はあ、ってみんなが思うわけもないよな。こいつが殺人犯なんだぞ。そんな奴を休ませてどうする。モモのを消したから次のターゲットを探して戻ってきたんだろう。違う、そうじゃないんだ。ローのめちゃくちゃな言葉に反論のしようはいくらでもあるような気がした。それでも口が頭がうまく動かない。人が実際に落下したところを見とうけんな。これまでの二人ってさ、突然パッと消えたわけで、知らぬところで。それがあの衝撃的な消え方やもん。僕の居場所はここにはない、そう思った時だった。そこは私から説明するわ。お、ナイスナイス。そうだ、カレンちゃんが証拠を持っているんだから。僕とユウが、建設途中のビルにいたこと、彼女がビルの屋上から落下したが死体が見つからなかったこと、ユウの名誉のためにも盗撮については黙っていることにした。私が見ていたわ。桜井君は犯人じゃない。二階堂が殺然と説明をしていく。それを聞き終わると、ローが舌打ちをした。わあ、これはもうローも信じざるを得ないって感じやな。ざまあめろ、ロー。落下したのに死体がない。信じられるかよ、適当なこと言ってんじゃねえぞ。でも証人はできたぞ。カレンちゃんという証人はできたぞ。ローの言葉に二階堂が身を固くしているのが分かった。今までの冷静さが崩れかかっている。とっさに助け舟を出す。全部本当のことだ。犯人は黙ってろ。ユウは確かにビルから落ちた。でも姿が見つからないんだ。にわかには信じがたいけどな。モモノは確かに落下した。落下の途中で消えたんか。他の二人みたいにその消えたっていう現象があるのならやけど。でもどこにもその姿がない。それはもしかしたら投獄や影山が見つからないのと同じ理由なのかもしれない。そうやな。そもそもなんで消された理由っていうのがよう分からんけどさ、確か、え？何なんだろう。3人とも何か、何だろう、何か新しい考えを持って瞬間から消えたっていう感じがするな。あのユリアちゃんはあのお父さんが実は来ていたってことに対してショッキングなことがなんかいきなり出来事で考えがまとまらんようになったし、テツ君は自分の変わらなきゃいけないっていう心を決めた瞬間に消えた。でユウちゃんはなんかあれ、自分の思いを吐き出した瞬間に記憶戻って、それがきっかけになったよな。何なんだろう。神谷が小さくうなずいた。この世界がどういう原理なのか、何が起きてるのか、それはまだわからないけど、この不思議空間あり得ることなのかもしれない。何が起こってもおかしくないような状況になってきた。おい、信じるのかよ。桜井の言うことだぞ。桜井も二階堂も言ってる。いや、二階堂、桜井に戻されてんだ。違うわよ。カレンちゃんの顔を見てみろ。これが嘘をついてる人間の顔に見えるか。ところで、いつの間に血が止まったん。二階堂は詰め寄るローと距離を取る。神谷が間に割って入った。これで終わり。二階堂が嘘をつく理由だってないし。うん。マジかよ。お前らはどうなんだよ。ローが町工事と室積に視線をやった。ああ、町工事はあの友情の方で考えるから、あのその辺にしとけみたいな感じだと思うし、
諸角はもう神谷君の言ったことが自分の考えみたいなところあるから、もうこれ以上はいかんと思うよ。神谷君がそう言うならですよね。ブレないね君。俺は最初から桜井が誰かを傷つけられる人間だとは思わない。そうだそうだ。しらけちまったよ。俺はちゃんと忠告したからな。ローはそう言い残してホテルに戻っていった。桜井、疲れたでしょ。疲れたよ。てかショッキングなことが起きすぎとったよ。今回第5章は、第5章じゃないな、第4章か。第4章はとりあえず部屋で休みなよ。うん、ありがとう。話はまた改めてゆっくりしよう。ちょっと待って、アリバイの話どうなったん。アリバイの話まだしてないな。まあ明日でも行けるか。データ消す人が多分おらんようになったと思うし。あ、これで次の日データ消えとったらおいってなるからな。お前やめろよお前。神谷が目を線にして笑顔を浮かべた。その裏で一体何を考えているのだろうか。気づけばそんなことを考えていた。そうやな、神谷君はローのことを思い出した上での行動をしようわけやけんな。その辺がまだわからん、透明。透明ってむしろ分かった時の使う言葉じゃない？不透明って言うべきじゃない今。その後ホテルに戻る途中で僕は二階堂に突然呼び止められた。どう思う神谷君の様子。いや、俺はそんなに不思議ではないと思うんやけどさ、なんせ俺神谷君とは幼馴染じゃないからな。このゲームからの付き合いやけんな。どうって。どうなん京介君。桃野さんが消えたという話をすんなりと受け入れすぎている気がする。あ、でも記憶思い出したんだったら、ゆうちゃんが思い出した記憶と合致するけん、その流れでまあわからなくはないかっていう感じになっとんかな。確かに言われてみれば、仲間が消えたんだからもっと動揺してもいいはずなのに。そうかそうか。神谷とは違い、僕はまだゆうが消えたショックから立ち直れていなかった。ゆうはそれを望んでいなかったとは言っても、僕にとって彼女はやはり家族だった。好きとか嫌いとかには分類できないぐらいの強いつながりを感じていた。もしも優が落ちていくあの瞬間を一人で目の当たりにしていたら、僕は怖えていたかもしれない。ありがとう二階堂。何を急に。あれ、ちょっとほっぺのあたり赤くなったんじゃない？気のせいかな。いや、こんな僕と一緒にいてくれて。最初は避けられていたけど、二階堂は僕なんかと一緒にいてくれている。そもそもなんで避けられとったかわからんけど、僕のアリバイを持ってきてくれたのだって彼女だ。別に痛くて一緒にいるわけじゃないわ。え、あれ、カレンちゃんもしかしてヤンデレじゃなくてツンデレ方面の人間だったかな。なんかこれほっぺあくらめとったらさ、すごい可愛い習慣だ。なんかちょっとカレンちゃんの魅力にちょっと今一歩気づいた気がする。あとチラッと見えている絶対領域もいいな。ふっくらしてそう。なんかこれ前にも言ったな。分かってる。それでもありがとう。わあ、なんかそうありがとうって言われたら、俺がカレンちゃんだったらすごいちょっとポッてあくらめとうところなんやけどな。思惑が一致しただけとはいえ、二階堂が一緒にいてくれていることに感謝の念を抱かずにはいられなかった。二階堂のためにも、そして他のみんなのためにも、いち早く犯人を見つけなくてはいけない。とりあえず今考えるべき神谷に、今考えるべきは神谷についてだ。僕がいなかった間、神谷に怪しい様子ってあった？カレンちゃんが警戒しとうけん、何かあったらパッと言ってくれるそうな感じはあるけど。そうね。どうだ、
容疑者リスト。え？出とったな、なんかモニターに。神谷くんのフルネームって神谷サイよね。サイっていう名前さ、すごい珍しいっていうか、すごいな。もう才能があるってことを先手で騙すくらいだもんな。すごい期待寄せられてるな、お前は父親に。いや、父親が作ったかは知らんけど。僕も確かにそう記憶している。ディスプレイに名前が表示されたとき、他の全員の名前はフルネームだったのに、神谷くんだけが神谷と名字だけが記されていたの。あ、そうだった、そうだった。あれはなんかちょっと気がかりになっていながらも、俺あの時スルーしたような気がする。気づかなかった。俺は気づいとったけど。なんだそれ。気づいとったけど、あんま触れんかった気がするな、俺は。わからない、モニターの故障なのかもしれない。わざわざなんで下の名前伏せたんだろう。でもこの世界であの容疑者リストはもっと深い意味を持つと思う。何か意味があるのかもしれない。何なんだろう。実は下の名前サイじゃなかったみたいな。でもだとしたらなぜそこを隠す必要があったのか。まあ今考えても仕方ないことか。確かに何かありそうだ。だから二人で神谷くんの周辺を調査しましょう。町工事くんや諸角さんにも確認を取れば、他にも神谷くんの不可解な点が見えてくるかも。諸角はちょっと怪しいけどね。あの神谷に対してのあの感じからすると、諸角はあんま頼らん方が、なんか逆にリークされたような気がするもん、神谷くんに。二階堂とそうした作戦を立て、その日は別れた。翌日から神谷の周辺捜査だ。なるほど、こういう動き方になるか。有能な神谷のことだ。彼なら僕が怪しいと感づいていることに気づいてるかもしれない。僕の方が彼に追い込まれるかもしれない。油断のないよう自分に言い聞かせ、翌朝を迎えた。なるほど、仲間を疑いにかかる方向になってしまうんやな。翌日、スクランブル交差点にみんなが集まると、神谷が笑顔で言った。それじゃあ今日は食べ物を集めよっか。備え付けできとんじゃ。てっきり質問攻めされるかと思って覚悟していたのだが、神谷は探りを入れてくる素振りすら見せなかった。肩透かしだ。何を考えている？しかし、神谷のはみかみ顔からは何も読み取れなかった。賛成。最近同じものばっかだし、そろそろ食にこだわっていきたいよな。缶詰とかそういう系しか食ってなかったんか。まあ、この状況やけんさ、料理作る暇があったら、この世界の探索とかした方がいいもんな。それは町工事くんだけでしょ。あなた以外はみんな、神谷くんが考案したメニューでバランスの良い食事をとってます。アホなんじゃ。おい、母親みたいなこと言うなよ。別に好き嫌いやったっていいだろ。母性あふれる感じなんだろうか。そんな子供みたいなこと言ってないで、ちゃんと神谷くんのメニューに従ってください。高校生はギリ子供ですよ。お前の場合はギリギリどころか結構子供だと思う、それは。都合のいい時だけ子供になるの。ほんとみっともないからやめてください。もう俺もちょっとみっともないって思った。諸角が町工事に無別の視線を投射した。わー、多分 M の男の人だったらこれだけでもちょっと興奮するんだろうな。俺はおっぱいで興奮してるから、いちいちそんなところには見てないけど。どこまで行けるんだろう。そんな遠くまで行けるったって、半径何キロみたいな話しよったっけ。そんな遠くまで行けるもんなん。近場のものはいざという時にある程度は取っておきたいし、遠くの品揃えも気になるしね。
今は下手なことを言うよりも黙って神谷の様子を観察しよう。おいおい、ローが不機嫌な声を漏らした。そんなのんきなことしてる場合か。桜井が戻ってきた途端空気を緩めやがって。人殺しがいいんだぞ。こいつをどうするか、今日はその話し合いをすべきだろう。まあ、とにかくお前はなんか犯人を見つけ出して処罰しようと考えるパターンのやつやな。いいや、桜井は何もしてない。昨日の話は本当だ。てかまだアリバイの写真がどうのこうとかいう話してないな。もう何も彼に聞くことなんかないよ。神谷、なんだお前。そもそも桜井を疑ってたのは神谷もだったよな。あの時はみんな疑心暗鬼だったし、例の犯人についてみんなが探っていたようだったから。うん、今は証拠もあるし、てかその証拠出してくれればある程度もうほんまに完全に収まるって言うても過言ではないと思うんやけど。あそこで否定して桜井を守るのは集団を分割させることにつながった。綺麗事言うなよ。桜井をのけものにしたのはお前だろう。なんで今ちらっとこっち見たんろ。あの場は桜井を疑うしかなかった。でもその後に彼のアリバイについて一緒に調べようと思っていたんだ。ま、彼と桃野が逃避行してしまったからそれはできなかった。ごめんなさい。お前はそういうこと気持ち悪い。俺はホテルにいる。仲良し小良しのおままごとはお前らだけでやってろよ。おー、なんか流れが逮捕じゃないな、処刑の方に向かわなくなって、すごい機嫌は悪くなりましたね。ふぅ、牢を見届けてから、神谷が手を叩く。それじゃあ気を取り直して、叩いてないじゃないか。食べ物探しに行こう。腰に手を当ててるだけじゃないか、叩いてないじゃないか。神谷の言葉を、なんで思うんだ。こんな感じ見たことないよ。俺、24年間生きてきて、こんな感じ見たことないよ。なんで思うんだ、これ。あの場では、僕を疑うしかなかった。そうしないと、集団が分裂する危機だった。思い返すと、確かにそうだったかもしれない。東北、影山といなくなり、いくら探しても見つからない。みんな疲弊し、考えは自然と誰かが隠しているのではないかという方向に向かいつつあった。そんな中、ローの言葉で僕に疑いが向いた。僕は自身の無実を証明できなかった。あそこで神谷が僕の擁護に入ったとしても疑いは止められなかっただろう。あの場で神谷が僕を疑ったことでみんなが本当に桜井が犯人なのかと思うようになり、その後決定的な反論が見つかりさえすれば僕への疑いは今後かからなくなる。あれこそ、それこそが神谷の狙いだというのも理解できた。彼ならそれくらい考えて行動するだろう。彼は僕を守ろうとしていた。でも本当にそうなのか。怪しいところはあるけど、まだ何とも言えんよな。別に僕に一度疑いを向けなくとも、問題を先送りにしつつ、僕の無実を証明できるような証拠を見つければよかったのではないか。わからんな。あ、お待ちこで。ああ、聞き込みね。あ、でも町工事はそういうところを見てなさそうやな。おかしいところとか人を疑わんよな、町工事は。となると自然と見るところもそういう疑わしいところは見んよな。てか疑おかしいって気づかんかもしれんタイプやもんな、どっちかって言ったら。その日の夜、町工事の部屋を訪ね彼に問うてみた。彼は眉をしかめてうんざりしたような顔をした。何かないか。ないよ。というか
もしかして桜井、神谷を疑う？ああ、町工場はやっぱそういう考えになってくるタイプやな。疑うっていうか、犯人だってそう思ってるんじゃないのか。それはもう勘弁してほしい。誰も疑いたくないんだよ。今日の口車に乗って一度はお前を疑った俺にこんなこと言う資格はないかもしれないが、俺たち幼馴染じゃないか。もう誰もいなくなってほしくないんだよ。そうか。町工事がこういうのは仲間は分かっていた。彼は僕たちを信じている。犯人探しなんてしたくないだろう。そうやな、桜井君も桜井君で町工事こう聞くのは良くないなと思いながら聞いたんだろう。それでも何か分かればと思ったが、やっぱり分かった。ありがとな。去り際に彼の表情をちらりと伺うと、どこか いくがなかった。僕がいなかった間、どれほど彼に心配をかけたのか伺い知れた。いいやつやけんな、町工事は。どう、真っ暗やな。夜か。町工事がダメとなると、いよいよ聞ける人は、あと一人となった。一番ダメな人だ。一番ちょっと、あれなタイプの人だよ。聞きにくい相手だよ。彼女は、神谷に絶対的な忠誠を誓っているし。しかし、彼女に聞くのは気が進まなかった。むしろ聞かない方がいいのでは、とさえ思う。そうだよな。むしろ逆に神谷くんにリークされそうな気がするんやけど、聞いてきたこと。それが、なんかちょっと、嫌やな、怖いな。うわぁ、なんで向こうから来たん？なんでそう、向こうから来たんよ。どこどこ？うわぁ、お前、結構びっくりしてるところから来たな、お前。なんだよ、諸角か。あ、その角度いいよ。その角度いいよ。おっぱいの膨らみがわかるけど、その角度いいよ。でかいな、お前。顔と同じぐらいのサイズあるぞ、お前。でかいな、お前。お前の胸についてる果実二つは。町工事くんと、おう。何を話してたんですか？あ、お前から聞くか、これ。そう質問で、表情がこわぼる。いや、一番恐れとったことをさ、向こうから聞いてきやがったぞ、お前。いや、食べ物の話だよ。そんなのんきな話かって話になるけど、向こうから聞いたら。あいつ好き嫌いが激しいって言ってたから、何かあいつの好きなもので栄養バランス取れないかなって。今になってそんな話するかって話やけどな。ごまかすにはやっぱそうなるんかな。嘘つき。はい、バレました。冷徹で僕をいるような言葉だった。彼女の疑念の瞳が僕に迫ってくる。背筋が凍り、鳥肌が立つ。ふと周りの温度が2度ほど下がったような気がした。神谷君のこと話していたんですよね。わ、そこまでバレてんのか。もう確信があったんか、ここまで来たことに。来た時にはすでに。え？諸角にはまだ聞いていない。二階堂が今日の会話を諸角に話すとも思えない。それならこの中での会話を聞かれていた。ドアに耳を当てたらかすかに単語ぐらいなら聞き取れたかもしれない。桜井君、神谷君のこと詮索しようとしてますよね。なんでそこまでわかる。別にしてない。どうして嘘をつくんですか。後ろめたいことでもあるんですか。わ、これキャラ PV で聞いたことあるセリフや。ゾッとするよな。なんかいきなり現れてさ、論破っていうか、こっちのやりたいやろうとしていることを見抜かれてこれ言われたらゾッとするぞ、お前。なんだよ、別に何もないよ。諸角はじっと僕を見て口を開かない。急な沈黙に恐ろしくなった。もう部屋に戻るから。神谷君のことを一番知ってるのは私なんです。はい、それはご存知です。多分諸角、神谷君がツイッターとか
インスタグラムとかやり始めたら真っ先にフォローしそうだもんな。お前もしかしたらさ、神谷くんのスマホのさ、ロック解除する番号とかそこまでは知っとうかもしれんしな、お前の場合。そう言いながら彼女は何を返して、袖を返してかな、わからん。おい、歩き去る。やがて暗闇に紛れていった。こいつの足めっちゃ紫なんよな。ゾッとするな。